俺を味方にすれば間違いなくどんな事件もセクシー&ラグジュアリーに解決さ。さあ一緒に謎解きに挑戦。アデュー。ああ、ここには死んでる子がいるんだよ。僕の友達だからちょっと聞いてみるね。待って、死んでる子と友達だと？今のは私の聞き違いか？プープープー、リョータはお化けと友達なんですし。カウン、次の物語が今ここに生み出された。さあ受け取れ。また新しい漫画書いてきたの？ピュアドリームベリーカクテル、それからメニューがひらがなだらけで分かりづらい。なんだい、どうしても、あ、どうしてもハト豆を分けてほしいって土下座でもしてみるかい？しません。我らの願いを聞き入れたまえ、キャンパイアジャシン降臨。さあ書き直してみせる。もうダメ。先生、それは眠れそうって意味ですか？心臓がキュッてなりそうって意味ですか？キュッてなる方。寝るな！いや、寝ても胃が死ぬな！ウリュポコプアー！ムキムキお子さんダイナミックですし！そう遠くないうちに心筋梗塞になるかもしれませんね。じゃないですよ、立派な医療ミスじゃないですか。受け取ってください、この豆を、僕の思いを。これはマメンタインハト豆、僕の人生初の。いや待ってよ、これって床から拾い集めた豆だよね？そうです。でも味は変わりません。クリポコプー。ああ先生、しっかりしてください。先生まで3になってどう